はようございます。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。ただいま、トレンサップ川を、フェリーでね渡っているところです。はい、皆様ねご紹介したいと思います。ただいま朝5時半になります。まだまだね人が少ないです。働きに行く人たちの、ね、船です。そちらの方はもう5時半でもね、満員のような感じです。大体5分から10分ぐらいのね、船乗りになります。このトレンサップ川に橋がかかるという計画は、私が進出してきました8年ぐらい前からずっと上がっております。それを見込んでこの対岸沿いの土地を購入して、値段とかも上がっておりますけども、実際ここに橋がかかるのは難しいんじゃないかなという形を私考えています。まず第一に、日本が建てた絆橋よりも、橋の距離が長いということと、考えれば、難しいんじゃないかなという感じがいたします。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これにて終了いたします。次回更新お待ちください。よしきはね、チャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。はい、もう到着ですので、ね、私も降りる準備をいたします。ポートというよりも、もう上陸という感じがねふさわしいです、ここでは。